10月22日、栄で子育てふれあいセンターでハロウィーンタイムが開かれました。この催しは地域に住む親子に仮装をしてハロウィーンを楽しんでもらいたいと今回初めて行われました。子どもたちはお気に入りの衣装を着てハロウィーンタイムに参加しました。はじめに栄で子育てふれあいセンター子育て支援員の山下美希さんとボランティアの健城京子さんからペープサート劇と絵本紙芝居の読み聞かせがありました。続いてプチ工作があり、参加した子どもたちにお菓子が入ったパンプキンバッグがプレゼントされました。自由時間になるとハロウィン仕様に装飾された壁の前で写真を撮るなどして楽しんでいました。